今から、先ほどの時刻は、16時48分なんですけども、今から、20分ほどか30分ぐらい前に、春山整骨院に来ていた、者たちが、楽しそうに、もうすぐやでとか言いながら、笑いながら挑発行為を行ってきてるんですけども、何がどうだったかって言ったら、25年ほど前に有馬警察署でも話し合って、結果ついています。決着はね、有馬第一タウンハイスでも、ここの、あの溝、さっきまた元に戻されてたんですけども、まあ、僕の方でもう一度ああいう風に横倒しにしまして、あれしなかったら車が意図的に通って音鳴らして無理やり起こそうとしてくるんです。これがスポーツ業界の実態で、今指さしてた人間、神戸304、風天197で、エネルギーの残存量問題分かっていた、車に乗るような、挑発行為しない、神戸582-62で、それをまた元に戻した人間が存在する。だから次から次へと淡井圭介に嫌がらせをしてきた人間が、さらにもともとそこにその金属部分は兄の第一タウンハイツありませんでした。そこに車を止めたりすると、交差点道路交通法5メートル以内に、駐停車禁止で、時間も5分まで。それは5メートルと5分が分かりやすいから、覚えやすいから道路交通法でそうなってるんだと思います。で、ああいうふうな、金属を利用して、無理やり起こしてっていう、睡眠不足にさせる、そういう方法を車に乗ってる連中たちがしていた。これはもう実態ですね。で、それで、裁判所の、判決とかにも、そういった内容があったはずなのに、そこのものも何回か僕はね、この兄の第一タウンハイツの、中の倉庫に直したんですよ。しまったんですよ。国の所有物であったとしても、嫌がらせにしようしていたら国の所有物ではなくなります。今のは本当のこと。で、建築業界だと思いますよ。この辺やたらと水多いでしょ。で、藤原台の方はあんまり水ないでしょ。もともとこんなにたくさん水いらないんですよ。勝手に傾斜があるから河川の方に流れていくから、ある程度のところで河川に通すようにしておけばいいだけだから、余計な工事が多すぎる、本当に。建築業界と医療業界といろんな連中が組んで金稼ぎをしていた。で、建設業界の元はスポーツ業界であり、スポーツ業界の人間とかが警察官として、制服を着ていたりだとか、それプラス議員の人で淡井圭介側とそうじゃない人がいて、まあそういうふうな、形で、議員の者が警察官の制服を着て現れると、まあ、こういうふうなむちゃくちゃなシステムっていうものを正さなきゃならない。で、まあ、国会議員の人も、まあ、去年は、松野さんが、有野台のあたりに現れましたけども、やっぱりね、帽子かぶってたらわからないです。ちゃんと名前は松野ですって名乗ってくれてるんですけども、やっぱりね、その官房長官が突然こんなところにいるっていう、この地域にいるっていうことが、まず、分かってなかったら、目の前に現れてる人が、まあ、松野官房長官だと。まあ、顔も変わってないんですけども、まあ、けど僕よりも若いような顔になってました。で、それ原因ね、多分内閣から外されたんだと思いますけども、官房長官から。で、してることはね、ちょっと行政が、むちゃくちゃすぎますんで、その辺のところね、もう一回決着ついて話し合い、ごちゃ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 、ややこしいことをしない。もう一回ああいうふうに溝を動かしたら、もう触ったらダメですよ。本当に。違法行為にも程がある。